Mushiro.
Yuna. で、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。 力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。後で高も手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。<笑>弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？ 俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。それ、ばっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。 傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。<笑>そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがものの札。 この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。 鷹を助けなきゃ敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。
正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。
わかってます。とどめは私にさせてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやろう。 いました。夜な、生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。 者、地と王様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りが恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に。 切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。 ジン、どうした？鷹を探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
見に行こう。違う、タカじゃない。よく中に入れたな。逃げるぞ、話は後だ。行くよ。川まで進むぞ、そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くの他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツーツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
るさあ Thank you.